ってルール、肘ありで争われます。興奮3ラウンド 102.5 キロ契約で行われます。さあバーバラ選手からいきましょうか。はい、バーバラ選手、92.50 クリアです。クリアしました。ものすごい大きな太ももをしています。さあそしてギャビ・ガルシア選手お願いします。はい、ガルシア選手、101.85 クリアです。クリアしました。仕上げてきましたギャビ・ガルシア選手です。さあそれでは両者前に出ていただきまして、正面を向いての写真撮影、ファイティングポーズをお願いします。ご覧の通り女子ヘビー級の戦いです。去年は非常に辛い思いをしましたギャビ・ガルシア選手、そして一方はバーバラ選手としてはこの対戦を待ち望んでいました。ここまでお互いに直接対決というのはありませんでした。いよいよ明日オープンフィンガーグローブをつけて殴り合います。明日思いをぶつける日がやってきます。この2人の戦いです。続きまして第11